回回じゃないか何回か何あったんですよ課はねされてる時にこの人本当に心が寂しいんだろうなとかジャニーさんに対して思ったりとかだからじゃあここで発言力があって今注目されてる中で相手どうこう相手が謝る謝らないとか死んでる生きてるとかじゃなくて逆にまあ相手返してくって僕はすごい思っててどうしようどうしようってパッてもう32ぐらいで。 行くしかないと思って客席飛び込んだっす。まあちゃんと恋愛してましたね。<ー>はい。ちゃんと恋愛してて、はいはい、でもその出ちゃったんですよね。取られちゃって。ううで僕はそのブラジリアンジュ以来の最高傑作だってしまった。おお、完結して。<laughs> <laughs> はい、ということで今回の。 ゴールディーシュポッドキャストは、ちょっとね、今までのエピソードとちょっと違って、あのー、今話題の、あのー、ある方をお呼びしてるんですが、まあね、ちょっと、あのー、今までとちょっと違うベクトルだけど、まあ、アーティストの方で、でまあち,ょっとまあ、ちょっと重いかもしれないけど、でも話すのが重要なトピックとか、まあ、今の実際の日本で起こっていることとかを、まあ、ちょっと会話形式でいろいろ話していけたらいいなということで、今回来てもらいました。ということで。

はっきりさせようとした時に、まあ、ローマ字全部大文字かカ,カモとかカタカナかカ,カモトにしようっつって、うん、まあ世界意識っすよねうん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 買うんカウワンですはいそうですねまあ確かに英語だったら、うん、ファーストネームさっき聞けるんですもんねそう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 いうだからしっくりきたで,で、まあ、全部カタカナにすると日本ってカタカナって日本だけのものじゃないですか確かにそれで漢字 で迷ったんだけど、うん、なんか全部カタカナだったらあの漢字は中国とかも使うけど確かにカタカナは日本だけのものなんでうんうんうんかとなったねへえー、はいということでまあちょっとここ,ここにもあるんですけど本読ませていただいてサインもいただきました書いちゃったねありがとうございますサインも書いてもらってイエーイこれはちょっと一点物ですよ あのメッセージとかも書いてやめっちゃねあのなんていうんですかねその名前は、うん、まあもちろん今もう超話題だからいやいや名前はすごい聞いたことはあったんだけど実際になんかもあんま知らないなと思ってうん、うん、でなんかそのいろんな話とかも聞くけどなんか自分でちゃんと知りたいなっていうのを思ってはい、はい、一番はこれ読むことだなって思って。で かわしてもらって、で、よん、読ませてもらって、で、結構なんだよ。なんかエピソードとかも、やっぱりミックスじゃないですか。だから、俺が結構共感できるところも。たくさんあったんすよ、ねん。確かに。そう。で、なんか、やっぱ、むずいっすよね。日本で、こう <laughs>、ミックスとして生活するというか。もうね、鬼だよね。鬼で <だ S 2> <laughs>、ね、大達人で言うと鬼みたいな。<laughs> 全部クリアしなきゃな。確か,に確かに、確かに。 うん、結構ね、まあ、その本にも結構書いてあるけどやっぱ共感する部分多いでしょうね、うん、そのやっぱ僕の場合はでも親が両方日系人日系ブラジル人、うん、だから両方日本語喋らないんだよね、うんでだから日本で生まれたけど親両方日系人で幼稚園から年少から日本語を覚えて。うん 年長では親の通訳もしてたんでずっと通訳したりこう親,にって親を助けるみたいなある意味親の面倒を見る部分もあるみたいなちょっと変わってましたねその時点っか。でもまあこうまあジャニーズに入ってまあちょっと飛んじゃうんですけどうんうんジャニーズのまあ性加害ってことでこうバーって一気にその知られたと思うんですけどちょっとまあちょっとでかまあだいぶ記者会見でも語ってると思うしうんうんいろんなところでも話してると思うんですけどやっぱ。 記者会見をやろうと思ったはい、はい、なんか根幹の部分だったりとかってあでもそれ流れがあってはい、はい、まあ超簡潔に言うと、まあ、僕は、えっと、2016年に辞めてるんですよね事務所を、うん、でその当時は二十歳になった時に辞めたんですけど、まあ、それも簡潔に言うと、まあ、いろんな理由があって辞めてるんですけど二十、まあ、歳までに僕はソロデビューをしなかったら辞めるって決めてたんですようんでそれで辞めて あのまあ、ポルトガル語日本語自分のアイデンティティを生かして、うん、アーティストとしてやっぱ、えー、日本を背負って世界に出たいっていう思いがすごいあって、うん、その時からそれこそジャニーさんと話してたんですけど、うん、事務所が反対したんで辞めたんですよねで,、あのーでまあ、そこから2016年に辞めてそこからじゃ記者会見をやったのが今年じゃないですか何年経ってるんだ7年ぐらい経ってるんですけど僕7年辞めていって。 ほぼ一度もそうだったんで、うん、やっぱりアーティストやるぐらいの取材を受けてもブラジルでもちょっと活動したりしたんで番組出たりとかで有言実行して結構あのかましてたんですよブラジル行ってアーティストとしてみたいなでただその去年個人的にあの、まあ、チームとかいろんなことで、まあ、言うたらちょっとこう背中から刺されるようなことが結構あって見えないとこでこうあのちょっと。 まあ結構僕の前ではめちゃくちゃいいこと言うけど裏ではめっちゃこう人にめちゃ悪口言って仲間作ってなんかこう飛んだりとかなんか結構もうほんとブラジル飛ぶ。 チームでブラジル行ってたんですけどうん、うん、本当にブラジル飛ぶ2日前に逆に飛ばれた飛ぶ2日前に飛ぶっていうちょっとあれなんですけど <laughs> ややこしいけどそフライする前には飛ばれたので航空券買ってあったのに無駄みたいなとか本当にもう2日前だからね,そ,かそ,うねそういうこと結構あったりして、うん、で結構人間関係でそれが一番大きかったけどいろいろ細かいのもいっぱいあって。うん まあ本当に一人でやっていく事務所辞めて一人でやっていく夢,目指す夢をこう追ってやってたけどやっぱりその人間の闇とか見すぎてジャニーズも含めていろんなこと見すぎて人間不信になっちゃって7年経ってもまだこうまあコロナもあっていろいろ大変だったんですけどなかなか夢叶わないななかなかこう人を信頼できないなどうしていくんだろう,もうやめようかなぐらい結構、やんじゃって。 でパニック障害とか起こしたりとかしてどうしようと思ってで僕しかもそれブラジル飛んだんですよ一人でしかもそのであっちでやんじゃって結局結局だってケツ吹かなきゃいけなかったんでそういうことですよねメンバーの仕事も分も決めてたんですよ僕そういうことかプロデューサーとかいろんなカメラマンとかいろいろネットフリックスの仕事入れたりとかいろんなでかいフェスとか入れたりとかして決めてたのに飛んじゃったからケツ吹きながら自分のやつだから大変でそでそれでまあ まあ戻るとそれが大体行って帰ってきて結局病んじゃって帰ってきて9月ぐらいかなにちょっと落ち着いてきてどうしようかなと思って僕たまたま先祖の先祖を見つけたりしてそのタイミングで先祖っていうのは自分の先祖ですか自分の日本人の先祖なかったんで墓とか本当にブラジルで僕4世なんで4代上が日本人だからそう死うだとね。 4代目の上のひいおじいちゃんがブラジルに渡って混血になったんで、ね、で出稼ぎできた親が俺をたまたま日本で産んでくれたっていうので外国人なんだけど日本の地が入ってるって、うん、そしたらたまたま見つけたんですよねマジっすかこれはまた詳しく僕見てもらえば分かるんですけど、うん、本当に簡潔に言うとたまたま東京であった人が親戚だったんですよマジっすかそんなことは普通ないじゃないですか同じ福島でとかに話しちゃったらたどったら親戚だったっていう <laughs> じゃそういういろいろ 今度なんか自分の自分を愛するとか自分に対してなんか本当にもう最悪の最悪まで考えちゃってたからまあそれをこうもっと自分を愛するとか人を信じるよりも自分を信じるとかもっと家族を大事にするかっていう時期だったんです9月でいろいろこう考えてたら k i n g p r i リ c e の解散っていう出てジャニーズのキング n g p r i n c ってグループがあってで僕たまたまその平野っていうメンバーが。 同期っていうか唯一の同期っていうかお互いオーディションなしで紹介で入ってるんですよねモデルの事務所の紹介で彼はダンスの紹介でだから同期がいないんですよ2人お互いしか1週間違いで入って入ってから名古屋ジュニつってたまたま愛知だったんで2人とも名古屋ジュニアみたいな感じで紹介されたんですよでそっからジュニアでもいろいろメンバー変わったりとかグループ組んだりしくまなかったりいろいろあるんでビューまで。 でそれで、あのー、離れたりして僕最終的にソロでやってたんですけど辞める寸前まで,、うん、で彼ら金のプリンスになって、うん、で僕は辞めてデビューしたんでうん、うん、なんかすごい脱退ってなってうん、うん、でそのタイミングだったから自分もちょっと転機っていうか、うん、落ち込んでるタイミングで,で彼らもまあすごいことなんでほんと嵐に向かっていくぐらいのグループだったのが。確かに やめるってなって何が起きてるんだじゃニーズ事務所ってなって何があるんだでいろんな闇とかささやかれてった時で,でもちろんそのジャニーさんの性加害問題っていうのはあるけど、まああそ,ね、そこには触れないですよね誰も。あそうだただ僕はそのいろいろそのタイミングでツイッターで、はいあの「めちゃくちゃ買うな何か知ってる」みたいなこの脱退問題の時すごい来てたんですよ。で僕はジョークでつぶやいたんですよ。 また組もうぜみたいな。お前,らお前らやめたらまた俺とやろうかみたいな、まあ、全員知ってるから。はいはい、全然本当大いだしうん、うんで、今全然別に仲良くしろじゃないけど、はいあの、本当に当時はね、うんうん、だったんで、ジョークで7年ぶりに <laughs> 俺とやろうぜみたいなことを言ったんですよ。で、当時の写真を載せたんですよ、17歳の時並んでるやつ。そしたら300万再生ぐらいいって <laughs>、拡散力、ジャニーズね、すごいんで話題が。うんうん、でまあ まあなんだろうちょっとこう不思議な気持ちになってこうちょっとこう懐かしさもあるしでもちょっと自分に重なる部分もあるしなんかここで発言しといた方がいいな自分の思いをということでそしたらガーシーさんがジャニーズのことを話せる人いますかみたいな。で自分 知ってる人いたらちょっと内情を知りたいみたいな。はい。でコラボしませんかって話になってコラボしたんですよ。そういうことか。なるほどね。だから別にジャニーズの正解が言うつもり全くなくて、はいはいはい、はい、というようにジャニーズの思い出話とか、うん,うん、うん、まあ自分がやめた経緯、そしてもちろん自分が再挑戦するんだったらここ心病んじゃってたけどうん、うん、再挑戦するんだったらこう意思表示、うん,うん、うん、もう一回やるならここで立ち上がるっていう。うんうん。で。 あのまあ、起きててたたことを言ってたんですよねでコラナをしてる時に「ジャニーズこういうことあるよね」みたいな「こうだよね」うんうん、で「さあ」って「ぶっ込むけど」つって「うん、ジャニーズさんのことって本当なの?」みたいな今までの俺だったら、まあ、濁しちゃったと思うんですよただ僕そのもう結構割といろいろ失ってうん、うん、ねあの本当にもう自分に嘘つきたくないっていうか素直にいきたいっていうでなんかこう。 いろいろそうやって最終的にじゃあ裏切られたっていうの好きじゃないんですよ。う結局自分のせいじゃんって思ってるから自分のせいじゃん人のせいにするの簡単な中で自分のせい何が自分のせいだって思った時に <うん S 2> 結局予兆あったのに目つぶってたんですよ。っていうことは嫌われたたくないだけだけったんですよね,すね僕はそれが優しさだと思ってなんか,ゆらなんかこうあなんかこの人ちょっと約束守んないなとかってもまあ俺が合わせればいいやとかまあみんな失敗するし切磋琢磨してこうぐらいに考えてた。 ものあ,ってある意味でもちょっとエゴが入ってたなっていう嫌われたくないだけだったっていうラインがあるなっていうのがあって失敗じゃなくてやっぱこいつ思ってやってんなみたいなことを目つぶっちゃってたからそれ自分に返ってくるよねっていうのでじゃあ自分が何がいけないかって結論何かっつったら嫌なら嫌だって切ればよかったのに切れない心の弱さし自分を。 意外と俺言えないかったんですよね、えー、今は割とこ素直にいけたけど意外とこう無理,無理であるとか言えないっていうかもう合わせちゃう,う頼られたら助けちゃうみたいなタイプでそれを断れたりとか「うんまあ、いや俺は本当にこういうことがあったし嫌いなのは嫌い、うん、好きなことが好き」ってもう決めたんですよねそしたらその時だったから「うんうん、本当です」って言ったんですよね、うん、なるほどっすねそここからコラボでこう、うん もう話題にななってもちろんなりますよねただそのメディアも取り上げない中でネットで話題になったんですよ、うん、そしたら3か月4か月後ぐらいたまたま BBC が来たんですよ BBC があの何人の被害者のドキュメンタリー5年ぐらいおってたんですよ、うん、あっそれタイ年ぐらい落,たまたま落としたんですよやば重なっちゃって奇跡みたいな運命的な感じになっちゃってしかも僕ガーシーさんのコラボしたとやっぱりジャニーズファンからはすごいやっぱ 反対というかまあもう言えたし別に俺はジャニーズを潰したいとかジャニーズたち恨み別に特にあるわけじゃなくて自分の心の傷はあったとしてもそれを自分で選んだ道だし自分でもう消化していこう自分のことだし人のためにやろうと思ってなかったんでただそのビ b c 来て初めて人の証言聞くじゃないですかちょっと心にだいぶ来たしその状況だいぶ変わってきたんですよねしそのやっちゃってたからガーシーさんと重なっちゃったから余計また。 説明しろっっててなここで逃げるか向き合うかってなって向き合うかっていうことで実はそのガーシコラボした時には終わった後にですものすごい量の取材来てたんですよあ部無視してたんですよね掘り下げたくないから下うしたら命の危険もあるんでそのレベそなんだそう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 うかうそうそうそうかうそうそううそ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  本当にその証拠とかも持って,たんで持ってるんでそれがあの言っちゃってたからその自分の身を守るために持ってたものを言っちゃうってことは結構狙われちゃう可能性もあるんでまあでもそれで結局あのどうするってなって記者会見の話が出たんですよね。 記、ね、者会見しますかっていうことで、ねうん、全部説明できるしうん、うん、日本は取り上げないけどあれ世界向けなんで外国特派委員会なんでなるほどそっかでそれで説明するっていう意味で覚悟を決めてやりましたね、うんうん、なるほどですね。 ちょっと長くなっちゃったんです。いや、全然潔にしたんですけど。<でも S 1> そうですよね。<laughs> いや、もう、本を読んだら、結構いろんな、もう全部書いてた。でも、あの、本であんまり貸し券書いてないところも、結構。説明して、いただけたんで、結構、なんか、すごいストンときたんですけど。でも、やっぱ、なんか、さあ、の、俺も、そのジャニーズの、その話は、俺知ってたんですよ。もともと。やっぱ、噂あったんですね。噂もあったし。すごいよね。どこでも知ってるっていう噂。そう、なんか、それを、でも、多分、知らない人も多かったんですよ。やっぱメディア捉え上げゲじゃないですか。でも、実際にも裁判になって。 負けけてるわけじゃないですか実は過去に、ね、そう過去去ににねそうん、だからそれを俺は知ってたんでだからあまあそれそうだろうなと思っててえ昔の過去の負けていの知ってたんですか知ってた知ってたっ,、ね、っていうかもう前から何かのタイミングで見たんですよねそれすごいですねそれ結構調べるの好きなんですよ自分さそう。だからそれは知ってたんでだからあやっと出てきたのかなっていうだから結構その まあそのジャニーズまあ嵐さんとかあんまり名前出すのは分かんないですけどまあ番組とかも見たりとかもしてたしまあ曲めっちゃ聴いて男なんであんまそんなめっちゃジャニーズ聴くタイプではないですけどでも知ってたしまあ国民的アイドルみたいな部分あったけどでも自分の中でもあんまりなんか声のあるのになんでメディアで取り上げられないんだろうなとかっていうなんかちょっと気持ちの悪い部分が自分であったんでまあそこに対して俺が意見したりとかほぼしなかったですけどでも自分の中で思ってたことがあったんででもそのアメリカとかだと。 やっぱそういういペダフィリアみたいなのって一番だめなことだから日本って結構なんかそういう感じじゃないじゃないですか、うん、なぜかブラジルとかだったもんねもう,いもう本当に命なくなっちゃう、ねうん、本当そのレベルですよねあの刑務所とかに入れられて、うん、刑務所でそれ逆にされて、うん、やられて殺されちゃうっていうのがブラジルのやり方なんで法<う>で裁かないんですよね,そ,すよねそういうことですね。 それぐらいい厳しいんで子供とか女性とか一番よくないですね親とか。うん。性犯罪者系は多分一番、ね、あれですよね。そうすね確かに。んんかあんまりその、でも俺はその、まあその、まあこれ個人の意見として、やっぱなんかそういうのって、その、まあ漫画とかも結構、その幼女堂の子のみたいなとかも、日本はそういうちょっとカルチャーがあるというか、うん、変な、なんかそう、ねうん、それどう思うかは一人一人だから。ルカルチャーがありますすそ、ね、そうですそれに関しては、まあ 俺がどう思うかとか他の人がどう思うか、うん、まあそれはもっと言っていいと思うんですけどそういうのがあったのから問題になりづらかったのかなっていうのはなんとなく俺も思ってて、うん、まあまあ確かに、うん、まあ世間のね、うん、まあでもやっぱり出てなかったら一番大きいですよね結局今出てやっぱり、まあ、日本人でもやっぱりおかしいでしょっていうのでだからこそここまでの問題になったっネット社会でみんな意見を上げられるっていうことで、うん、まあ世間の方がは許さないっていう。 だから僕の方が逆に僕はよく言ってるんですけどだからじゃあここで発言力があって今注目されてる中でじゃあ何が言いたいかって僕自身は結局「施す」「受け入れる方じゃなくて「施しの方の許す」っていうので自分のために消化してるっていう意味のじゃあ別に受け入れる方だったらじゃあ仲良くしようぜじゃなくて相手どうこう相手が謝る謝らないとか死んでる生きてるとかじゃなくて。 自分が心の中でそれを許す、うん、で自分はそれをしないのはもちろんそうだしうん、うん、それに対してこう背中で見せていくとか、うん、逆に、まあ、愛で返していく、うん、って僕はすごい思ってて愛の中にやっぱり表裏一体でこうもちろん感謝とこう許しがあると思ってて、うん、まあ僕無宗教なんですけど、うん、やっぱりベースにキリスト教ってやっぱブラジルあるし、うん、まあ家族愛とか、まあ、いろんなことを僕は 教わってきてまあ自分のために切れ事じゃなくてまず自分のためにそれを恨んでて自分がその負のエネルギーでアーティストやったり人として家族と接したりしたら崩壊していくんでねそうですね絶対にね確かにだからそれは自分の中でそれを伝えてるって感じですかねテーマとして人としてもアーティストとしてもそういうことですね結構俺が意外だったのがその やっぱそのでもジャニーズに関し,関しては感謝してるっていう、うん、っていうのが結構、あそうっちだったんだと思って、うん、でもやっぱ、なんかそういうのは結構大事なのかなっていう、まあ、ちょっと難しいですけど、やっぱさっき言ったように、うん、負を負で返しても何にもならないから、そうです、ね、そうだからそれを聞いた時にあに、その姿勢めっちゃいいなというか、っって思ったっすねそうなんですよね、うんうん、なんかやっぱ、無宗教出たのもそうだし、うん、それこそじゃ日本が誇るアニメ、じゃなると。うん すすごい好きなんですけど、はい、結構すごい重なる部分があって、うん、まあガーラとかもそうですけど、はい、ナルトもそうですけど、まあ、キュービーが中にいてうん、うん、親,親いなくて、はい、でナルトとガーラの違いってナルトはその親死んでてその、まあ、本当に彼もいろんな人に罵倒されたり嘘だとか言われたりとか本当に負でこうやられたのに負で。うんうん 返そうとした時に愛で作ってくれる人がいてイルカ先生とかがいたりでガーラに関しては一回落ちた理由がいなかったからそういう人がで彼は親にすらこう殺されそうになったって親に依頼し国に依頼されて殺されそうになって人なんて信じるわけがないのにだからここ愛が浮き出てもう信じないぞっていう意味で浮き出たのにそのナルトが今度はガーラを救ってやっぱ。 愛しかか救えないからそうですよねそういう時って切りとじゃなくてやっぱそういうなんだろうなだからあの真実の裏はうじゃなくて真実だっていう言葉があってその人の真実でできてるから目線が違うだけで嘘ではないっていうか何から何が痛い,いっていうかその結局俺はその 回回じゃないか何回か何あったんですよ蘇生加害はねうん、うん、僕はその15歳とか14歳の時にすらやるそうされてる時にこの人本当に心が寂しいんだろうなとかジャニーさんに対して思ったりとかなんかこの人の心が満たされたらこうならないんだろうなう満たされてほしいなとか思えた日もあったしはい、はい、もちろん嫌だった日もあったしなんかそういう。 なんかだからさっき言った「許し」とか「感謝」とかって切り分けて「負」で全部まとめるんじゃなくてこういうところはやっぱ自分にとって感謝だったしこういう時はこういうところは許せたから自分に対して前に進めるしうんやっぱ家族守りたいしとかなんかそっちにベクトル向けますね僕は。それを教えてくれたのはお母さんだしそれを教えてくれたのは。 いろんな愛ナルトの愛もそうだしお母さんもそうだし音楽もそうだしいろんな人が結局人間が生きてる理由って愛しかないからそうですねそれを忘れちゃいけないっていうのが僕はずっと思ってたけどだからアーティストもやる理由もそうだしだけどそのその時は耳を傾けてくれる人がいなかったけど今はそうやって問題になった時だからこそ初心がずっとそれがあったから「いや愛ですよ」っていうのを 言わててもらっますねただその意味が分かるのは特に日本語は難しいと思うんですけどそうかもしれないです特に海外の方が分かると思うんだけどそれだからこそ俺日本にこれをあの行っていきたいし一気にこのファン層っていうか見れるじゃないですかそうですねアナリックスね4 5 0代一番いるんですよ今あそうなんですね。でその次に78八十なんですよ結構上なんですよ60%ぐらい40代以上なんですよ だ僕のライブ行ったらこう,こうなるかもしれないですでもん <laughs> <laughs> でも何が言いたいかっていうとわかんないですよ多分若い子はこれ、うん、今言ってることって10代20代30代もあんまりわかんないですよ50代ってある意味100歳まで生きるが平均だとしたらはい、はい、折り返してゃないですか確かに折り返してるんだ、ね、相当人間の嫌なとこ見てきて相当頑張って生きてきて夢も追いかけていろんなことを失って得て、はい 人生じゃこの先残り50年どう生きたいかみんな考えるんですよ。ううでそこ出てくるのが「いや愛だよね」って多分みんな気づいてる年でだからすごいコメントが来たりとかなんか前「かっこいい」じゃなくて「いや本当にマジで救われたし本当にカウアンが言ってることって分かるしあの応援したいし勇気もらったちょっと50のおっちゃんも頑張るぜみたいな。 とかまあ、その8070歳だ70歳80歳だっていや本当にこんな思いさせてごめんねみたいな、うん、でこういう子があの出てきて本当に嬉しいし、うん、孫のレベルだけど、うん、本当に応援してるよみたいなうすごい,そういうリアルなんかごめんコメントで初めて感動しましたねあ<ー>あ質違うっていうかそういう人たちのためにやっぱもっとこう発信していきたいし、うん、歌いたいし、うん、こう届けたいっていう,うなるほどそうなっていくうちに多分 今の10代20代は成長してくし気づいていくんじゃないかなっていうのを思ってますねうん、うん。 このやっぱ時代って情報量が多すぎるからやっぱこうバン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 ってくるじゃないですか。何が本で何が嘘なのかちょっと分かんなくなってくるだろうし、うん、やっぱ多分50代60代の人とかってなんか割とその情報量が少なめなのかもしれないですよね。うん、ただなんか本当にちゃ,んとよちゃんと読める量というか。なのかなっていうのはちょっと何となく思ったんですけど、うん、結構その俺も、まあ、まずまあ本読んでまあそのガンワン君側の。 こういういストーリーだっていうのをまあ自分が理解した後にその後とじゃあ伝統では誰が何を言ってるのかっていうのを見たんですよで結構やっぱアンチとかもしてるじゃないですかでそれに関してはなんか例えば俺が見たのはなんかそのジャニーズ時代の何かその何ので,でしたっけあの素行が悪かったとかだから何かなんとか何とかみたいな <laughs> こういうのとかってどう,どうなんですか <laughs> いや可愛いいなと思います <laughs> かわいいなって両方あって言ってる人もかわいいし俺のじゃそこを見,見,に見に行けばいいと思うんだけど超かわいいんですよかジ,ャジャニーズの,あの一個下のメンバーでだ五5年ぐらい先輩なんですよあの小学生からやってるからでも一個下の年齢ので俺が当時18で87ぐらいなんだけど。 一応先輩に向かってゴリラって言ってるんですよ。あ、そうです。あれ、あれですよね。でも、それも、しかも、ただゴリラって、俺がやってたじゃなくて、実は裏があって、それも。あの、放送禁止用語。で、言って、言っていいのか、カウパー。カウパーって。言ったら、何がわかりますか、カウパーって。あれですよね。あの、俺知らなかったんですよ。喋った。あ、喋ったです。我慢汁っていう意味。 俺だからカウパーってテレビじゃ流せないんですよ。あ、そういうこと。カウパーってずっとカメラ待ってる時にいじられてたんですよあ<ー>。ああ。で、俺。カウワンだからってことですか。そうそうそう,そう<ー>。で、俺はゴリラって言い返したんですよ<ー>。はいはいはい。それだけです。<laughs> <laughs> それで放送されて。俺か、そいつカウパーカットされるじゃないですか。だから、ゴリラだけ使われて。はいはい。僕が一方的に。 それもあれれですねそもテレビっていうかでもそれはドラマにしたかったっていうまあまあまあテレビれるあるですけど最終的には仲良かった仲く終わったんですけど舞台の一つの一コマっていうか練習から本番までみたいな練習することがあって本番では抱き合って笑顔みたいなまあアイドルあるあるですけどまあでも本当に別にそんなに仲良くとかじゃなくて別にんか普通に「ゴリラ」って言い合ってた「ゴリラカウパー」って 行ってたみたいな、オタがいじり合ってたみたいな。そう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 。で、それをなんか。 ずっと言ってくるんですよね。それでなんか何千万再生いくんですよね。すげえなウティックとか俺のグリラに興味あるのって。もっとあるだろう興味ある場所みたいな。確かに確かにそうですよね。どうでもいいだろうみたいなことなんですよ。ねシンプルだからまあわかると思うんですけど変わんないんですよね。誰に対してもあのどこにどこにいても裏を持ってなくて特にまなくて。 うん、だからもう事実しか興味ないっていう別にどう思われようとかも興味ないっていうか俺だって言いましたそれでっていう <laughs> なんか問題あんのっていう <laughs> てカウンパーって言われてるんねこっちはみたいなう、ね、確かに確かに <laughs> どうにかしてくれよそっちうですねなるほどですねまあいろいろ裏は、まあ、あると思うんですけどねいろんな人が何か言うけど、うん、多分、うん、それはテレビの業界だから。 ってのあると思うんですよねあともう一個だけぶっこんがん質問していいですかその関係で、はい、なんかもう一個俺見たのがこれちょっと聞きたいなと思ってたんですけどなんか対処するちょい前ぐらいにグラビアアイドルのことの写真が載ったみたいな週刊誌とかあれに関してはなんかそれ以外で本当は理由なんじゃないかみたいな言ってる人見たんですよネットではああんか、はい その話っすか。<laughs> あの、その話、ええ、ちょっと二百からね。<laughs> ああ、二百からですね。それは二百からで。そう、そう、そう。<laughs> 全然答えられるけど。<laughs> <うん S 2> なんだろう。言っていいのかな。まあ。まあ、ちゃんと恋愛してましたね。ああ、はい。で、ちゃんと恋愛してて。はい、はい。で。でも、その、出ちゃったんですよね。取られちゃって。うーん。そういうことか。で。それ乗せ。られて。うんそしたら。 でもそれが全然原因じゃなくて,ああそ,、ね、てそれ結構たってからやめてるんでああすぐじゃなかったんですよね。ってだけなんですよね<ー>。だから大したことな、ね、いただデートしてシーン撮られただけ,だけだそういうことですよね。誰かがそれをでなんか俺もちょっとそこの事実関係が確認できなかったから分かんなかったんですけどんかブログとか,なん,かそのなんか分かんないですけどジャニーズファンの人なんかはちょっと分かんないけどそれが出た1か月後にやめたみたいな。 もっと若く見えるけどなと思ったんですよ、それね半年以上経ってたじゃないですか、全然たまたまタイミングがそれだったっていうだけでメインはやっぱアーティストとして世界に行きたいっていうのがあった本に書いた通りに自分でジャニーさん家に行って、ジャニーさんに辞めるよって言って。 やめたってうなんならやめた後半年後ぐらいに「y o 今舞台行くけどいる?」って言われて「いや出てない出てないやめてるんだよ」っていうマジっすかいるみたいな「いやいないんだよ」みたいな「やめてんだよ」みたいな「あそうか OK」みたいな「やめてんだよ」みたいなそうかえじゃあやめた後も割と仲良かったんすかジャニーズさんともジャニーズさんとは連絡取って取ってたんだその1回ですけどやめてから来てああそういうことか まあ俺は世界から潰さないでねってずっと言ってました邪魔しないでって <laughs> ジョークで半分ガチそうですよねやめてくれって <laughs> まあそうですよねガチですよね,それね <laughs> やっぱジャニーズ時代はやっぱいろんなあったと思うんですけどなんか一番嬉しかった瞬間とかあったんですか一番嬉しかった瞬間、うん、いい質問しますねます一番嬉しかった瞬間ジャニーズ時代でうん いやでも本当に一つ一つのお仕事っていうのは本当に夢のようなやっぱ世界ですよね。自分からしたらだって僕それこそずっと何て言うんだろうなやっぱり日本人と外国人みたいなこうざまでこうやっぱチャンスとかってなかなかもらえない中で,こうで自分の親とかも日本語喋れないけどこういい生活あげたいしとかなんかこう日本人として逆に認めてもらえ 得たら親も誇らしいだろうなとかブラジル人としてもとか自分のアイデンティティを全部活かせる場所がステージだったんでもちろんジャニーズでもやっぱりその,そのハーフっていう壁とかもあったりしたけどそれ活かせる場所はまだステージの方が活かせると思って一個一個のこう雑誌とかで買うわってこう載ってやっぱりこうねライブもしたりとかやっぱりその。 一個一個成し遂げてってるってっっるいいう実感すすごいありますよね一、うん、一個一個階段を5年間いて雑誌出て歌やってとかこうでやっぱりジャニーズ全部やるから演技,もやる,演技もやるしでそれをこうみんな夢をかけてる中で中入りたい人もね何千人といて送って歴史を送ってで受かるのが本当に何十人とかで呼ばれるのが何百人オーディションに受かるの何十人みたいな世界でうん、うん。確か チャンス与えてもらって、ね、で出れば知ってもらえるみたいな、うん、でそこでこう上に上がろうぜみたいな夢をかけられる青春ですよねうんなるほどですね僕は高校行ってないけど通信、うん、通信であ通信だったで本当すべて捧げてうん バイトしながら僕やってたから、そうですよね。それでも結構載せられてるんだけど <laughs> あの、セブンイレブンでこうやってるの <laughs> はいはい載せられてるんだけど、<laughs> それ理由もあるよね、だからま、まさにその愛知から呼ばれるっていうのは、<うん S 1> ほぼいないんですよね。ああ結局、東京だったら東京ジュニア、関西ジュニアやってるけど、東京だったら東京周辺に住んでる人が行くし、関西ジュニア、関西周辺が行くし、愛知ってチャンスとか、他の地方ってチャンスないんですよ、ほとんど。 あ、そうだったんだ。上京しないと。そういうことか。で、俺、ね、親、外国人で、こう、なかなか、そう、余裕がないから。うん、で,だで、団地、ね、町だから。ね、余裕があるわけじゃないから。うん、自分で上京して、高一、うん、の時に。うん、終わりぐらいに、で。あの、夜中。 あの大和の宅急便入って朝4時ぐらいに入ってやって9時から舞台入って1公演やって夜2公演目やって夜の10時11時ぐらいに帰ってきてまた3時から大和宅急便行くみたいなを30公演とか平気でやって1日休円日の日は坂に引っ越しセンター行くみたいなことを埼玉で住みながら16からやってたんですよねでだから俺バイトとかもずっとこう全部やってみたいなもう松屋の牛丼スーパーセブンイレブンみたいな あのもう派遣社員ももうやれるバイト全部やってジャニーズもこなしてみたいなだから東京ドームに立ってそれこそ一番嬉しかった瞬間って言ったら東京ドームに立ってカウアン岡本カウアンって呼ばれてそれこそ今のキンプリのメンバーとかと一緒にこう紹介されてキャーみたいなのになるじゃないですかでライブしてかましてで,で,でまあ帰るじゃないですか帰って。 あの数時間後にはあのセブベリムの朝バですよ。そういういことですよ。ね <laughs> 5万人にキャーって言われて、そうですよ。かわした後にセブベリムでいらっしゃい。<laughs> いや、そのなんかギャップきついよなーと思うんですけどね。僕が一番誇ってる部分はそこなんですよね、うん。逆にね。5万人の前立っただけとか、なくてバイト頑張ってただけじゃなくて両方ってなかなかな,かなくて、確かに5万人の前立ってジャニーズだってなって、ファンもね、いて、はけたら、 セブブンンイレで,、うん、でしかもセブンイレブンたまにそのじ名字とか置いてあるんですけど、うん、表紙とかになった時あったんですよ。<laughs> 俺ピッってやって表紙自分の名状こうピッってやってましたね。<laughs> 俺表紙なんですよ。<laughs> やばいっすねそんなことないでしょ。俺だけだと思うそれ歴史の中で。セブンイレブンの自分が表紙になってるやつをピッってやる。<laughs> でファ,ンの <laughs> ファンの方が方来ていく <laughs> うん、うん、それが多分取られたやつなんですよ。あそうだ。うサイン書いてやん。 乗せんなよと思って, <laughs> てよ確かにね乗せちゃってもう頼むよ見てたら今それ頼むよ確かにねそうですよね本当にねぶっ飛んでましたねぶっ飛んでるし堺の引っ越しセンターの服持ってジャニーさんちのドラマ洗濯機で洗ってやばそのまま俺向かうっていう <laughs> いやすごいっすよマジでなんかやっぱ南米人っすよね南米人っすよハスラスん <laughs> 何でもやるみたいないやでもよく すごいっすよね。だって顔出てるバイトすんのを絶対ためらうっすもんね。<laughs> <laughs> 俺だったら多分。そうなんだよね。そうですよね。なんかなんかできないんだよね。もうやるしかない,いな。そっか。え周りの子たちはどんな感じでや,やっぱもう大体実家住んでるからもう。そう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 。日本人で実家住んでてで東京ね周辺でそ,そこまでねも部活終わりの感じで行くみたいな。そういうことか。学校終わりで部活行くぐらいの感じで、ね。はい、はい、チャイニーズやってるから。うん。 い,や周りいないんですかね、あんまりそういう状況、一人で状況しているところ、まあ、いるだろうけど、はい、多分僕はかなり特殊ですね、そのやっぱりいろんな重なって、普通、まず呼ばれないから、愛知か,からわざ,わざわざ呼ばれるっていうのは、まずジャニーさんに呼ばれてるっていうのがあって、はめ込まれてるて。そ バイトも大変だし、それもや大変だけど、そもそもはめ込まれるから、現場めめちゃ焦るっていう,うん、うん、そ,うその日に雑誌、カンは一本電話ではめ込んだりとか、ライブで当日呼ばれたりとかして、1か月固めてるものを平気で当日出ないわみたいな、1時間前に振り覚えてトーク出るみたいな、マジでそうすると、もちろんメンバーは嫌われるし,れるしあの、スタッフもだるって思ってますよね、全部変えなきゃいけないから。そういういことですよね それがジャニーさんの力っていう感じっすねすげえなそれをよくやったっすね全部やるっていうねそうなんですよねだからジャニーズって歌ダンスとか、うん、まあ全部やってるけど演技とか一番すごいのはそこよりも根性ですよね、うん、対応力うんなるほど、うん、そのみんな根性対応力ある中で多分ダントツはさらにありましたねさすがです <laughs> さらにそこで勝負していくっていう。<laughs> なるほど。やるよって。やるよってことですよね。やれないことないよ、ね。はいはいはい。やるしかないみたいな。<laughs> なるほどね。いやでもなんかちょっと、なんか俺も。外側の人間からして、ジャニーズ。なんかなんていうの、なんかやっぱいるじゃないですか。かジャニーズなんか、まあ。ちょキャーキャー言われて、みたいな。で、なんか女の子からキャーキャー言われて、自身でもう俺たちとしては。 嬉ししくななないいいはみたじゃですかでも「お前ラッパーの方がうまいべや」とか思ったりがするじゃないですかでもやっぱその俺読んで本読んで俺ちょっと認識超甘かったなと思ってうわジャニーズきついみたいな思ったっすそれはなんか多分ほとんどの人がただの傍観者が実際に内情を知らない人からするとなんかちょっとかわいいやつらがキャーキャー言われて持ち上げられてみたいなふうに思ってる人も絶対一定て数いると思うんですよ。 で俺もそこまでは言ってなかったですけど<ー>でもなんかキャーキャー言われて、うん、イケメンでマジかみたいな、うん、っていうのはあるじゃないですかうん、うん、でもなんかその裏にあるその何て言うんですかねこの過酷なさっき言ったように対応力とかうん、うん、無茶ぶりだったりとかスケジュールとかうん、うん、俺見た時にああちょっと俺全然思ったのと違ったし、うん、なんか尊敬したっすね,ね<ー>内緒してジャニーズはねまあでもゴミもいっぱいいますよ <laughs> ゴミみたいいいななやついっぱいいますよ <laughs> そうなんだうんえ言える範囲でこういうゴミのやついたないやだからだって俺とか本番で衣装用意するじゃないですか <うん S 2> 本番やってないんですよ衣装消えてるんですよ<う>んどっかに行っちゃってるんです <laughs> <laughs> あそういうこととか結構ありますよ <laughs> マジで学校みたいな靴がなくなるみたいなうわキッチンとかまあ本当に、うん、ね言わないですけど名前は。 本当にもう今でも有名な人でとかでもう本当に普通に俺は本番中ですよ行かなきゃいけないのに止めてきたりとか本番とかで3人ぐらいでもうこうバーって行けないようにで廊下でお前邪魔なんだよみたいな通ろうとしてるだけなのに本番だからねそうす本番中に出番って人ぞって違うじゃないですかはいそうですよねで次の3曲目ぐらい出る人もいれば待機するじゃないですか俺もう次の曲なのにそれ次4曲目とかなのにこれ廊下今歩いてるんで邪魔だよみたいな いや俺本番でうるせえ調子乗んないみたいなとかは全然いっぱいあるんでいやあきついや結構あの超体育会系だったりとかあ超体育会系系なんだそうそうそういやめっちゃ体育会系っすあそっかでもなんか暴力振られたっていうそうそう振付師とかねそう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 マジっすかまあまあまあでもこっち豊橋だからこっち豊橋だからブラジルだしそうですよねなと物語と物すげえなそうです今に見てなって思ってましたけど ただお前やばいからってやばいからってお前ここだから生きれるだけだから確かに理想ですよねそうですよねやんちゃしたっすねまあまあまあだから怖くはなかったんでそれは良かったですね経験としてはんかやっぱすげえな遅刻を受け入れてきてそうなんだえ一番やばかったんかジャニーズやっててちょっと前になっちゃうかもしれないですけどこれ一番つらかったなっていう 一番辛かったら瞬間、はい、いやなんか結構ハプニングってめっちゃ起きるんですよねうん、うん、でやっぱあの僕一回何かその何回かまあの結構その急にはめ込まれるから、はい、ライブ当日うん、うん、知らないじゃないですかいろいろそ,そうですね通常、うん、で一個あったのが辛いっていうかもうやばかったのが京こ浜アリーナで、はい、あのジャニーズジュニアだけでライブする日があって。はい で、まあ、当日ほぼ当日みたいに呼ばれてで行ってその時もあのこうジャニーズジュニアのメンバーと二人つけてカンは真ん中で三人でやりますみたいなうん、うん、その時点でこの二人はもうよく思ってないんですよねもう「はい」みたいな感じで二人はこうついてきてでカンは踊ってみたいなね <laughs>、はい、僕が振り付けるみたいなね振り付けてでその日にですよねそうそうそうでやってでまあ本もありますってなってで確認しなきゃいけないんで。 パッてこう本番のところ行ってあの横浜離なのでめっちゃ広いじゃないですか、うん、でも暗いんですよねそのリハは明るいんですよ明るい状況で客さんが入ってない状況でリハするじゃないですかステージそのまま上がって時間ないからすぐステージって上がってって言われたらどこでも上がるんですよちゃんと階段とかじゃなくてステージがっつってすぐこう走っていかないと進まないじゃないですか何百人とかいるんでそうですよね ててやっリハして位置確認して振り付けも完璧位置も完璧衣装も完璧よしこれでいけるってもうよし絶対いけるってバッて本番になってステージでガーンって紹介されておし踊って振り付けもオッケーで最後フィニッシュってーンって曲止まってやりきった横浜になやったと思って暗くなるじゃないですか出口わかんないですよ俺ステージの俺ステージの出口わかんなくてえって思ってあ で走馬灯が流れて離ハの時で確認しないからそっかステージステージ客席からつながっちゃったから裏ルート一番大事なことを確認しないで真っ暗なんですよねそして足音だけ聞こえるんですよなんかもうみんなはけてってるんですよはけてって次の人が入ってきてるんですよとととととととってでどこどこみたいなでもう真っ暗なんですよもうペンライトも光ってないんですよその時真っ暗な演出で横浜リナなのに真っ暗で はははしかもこお客さんのもう声しか聞こえなくて <laughs> どうしようどうしようどうしようでイヤモにしてるからうん、うん、じゃあきまーす32とか聞こえるんですけど <laughs> 始まる始まると思って <laughs> でも真っ暗だから着いたらもう次の人たちが全員の中で真ん中にいることになっちゃうからまずいじゃないですか <laughs> はい、はい、どうしようどうしようってパッてもう32ぐらいで行くしかないと思って客席飛び込んだんですよ。 行くしかないと思って客席にダイブしたんですよ。<laughs> <laughs> もう横回りだで。<laughs> あのさえ邪魔なやつなのにもうなんか迷惑なのにほんとに迷惑かけるんですよ飛び込んで <laughs> 行くしかないからでもまあどっ,ってったらもっとやばいですよそういうことですよね。みんな1か月ぐらいリハしてるからそういうことですよね。しょうがないですよね。 知りたいもん逆にに俺は別に <laughs> <laughs> こっちだって知りたいよ導線は <laughs> どこに履けるかぐらいでしかもこれ飛び込むじゃないですか一応だから運よくこのステージと客の間一瞬だけ隙間あるんですで備員とか立ってるじゃないですか隙間にこう着地した瞬間にパーン電気ついて始まったんですようわアップねでパッて見てパッて見たらお客さんがこうなってたんですよ <laughs> <laughs> どれ隙間でこうあっさあとか言ってこうこうでちょっとこうステージのやっぱあのんていうの花道じゃないですか花道こうどっか入れないからバッと開いたからすって入ってこうやってたんですよねまあでもいい判断でそれはいい判断っすね飛んでなかったら最悪の失敗になってたんで。 こういういの大変ですよめっちゃ対応する <laughs> それやばいっすねこのレベルの対応力なんだ確<か>にやらなきゃいけないっていうのはそのレベルの対応力ちょっとレベル高いっすねレベル高いっすよ <laughs> 普通にうんだいぶレベル高いすげえとこ通ってきてるな通ってきてますよなるほどねちょっと水ないとかそんなレベルじゃないっすよ <laughs> 水ないとか衣装ないとか全然全然余裕っすよ,っすよもう歌詞飛ぶともそんな余裕っすよこっち飛んでるから客席にどうせ知らなくて <laughs> すげえわマジですげえ <laughs> そんなこといっぱいありましたそうなんだ、うん、なかなかっすよねそれはね面白いっすよ面白いっすね、うん、すげーなえなえ結構あれなんですかやっぱあのー、お母さんとかも結構サポートしてくれてたんですか自分のサポートとかまあだからお母さんずっと愛知のこって今でも愛知でだから俺もう16からずっと一人暮らししてたんですよそっ、うん、かそうっすよねもう11年以上一人で、うんうん 暮らしてきてきるんでサポートもちろん応援してくれるけど、うん、もうずっと一人ですよねうん、うん、もう東京で一人みたいなそれもすごいよなだから面白いですよねうんなるほどね、うん、えなんかやっぱ東京に来て全然なんかギャップみたいなのありましたもうギャップはしかないですよねまあ、まあ、っそっかギャップしかないかのだからでもまあ人生絶対変えてあげ,るあげよう人生絶対変えようぜっていう気持ちでやってたから まあ今でもそうだし、なんかこのままですね、多分あんま変わってないですね、16歳のハングリー生死に関しては、むしろ増してるかな、こう波はあるかもしれないけど、ぶれないですね、ずっとハングリーは。だから、どんな環境でも生き残ってやろうぜ、だから、一ちとち友達のゴキブリだなって。<laughs> いい方あるからもうちょっとい <laughs> い方確かに出てくれ。タウンって本当ゴキブリだよなと思ってどういうことやねっっ <laughs> や違うどこでも生き残れるから多分本当に地球の最後の日ったらお前とゴキブリしかないって <laughs> <laughs> それやばいしね <laughs> い本当に友達とかもびっくりするみたいなやっぱ近くで見てる友達とかもいや本当にすごいなってっ確かにまあ今でもいっぱいあるんだよね。 生きてて、ね、まあそうですよねいろいろねいっぱいあるんでねもうあの周りの人たちは知ってますよ、はい、奇跡ばっか起こしてますよすげえな今なんてすごい忙しいんじゃないですか今鬼ですねですよね太大の達人ぐらい太大の達人ですよねどうなんすかその今はメインでまあその音楽活動とかもはい、はい、もちろんされてると思うんですけどやっぱどういう感じでなんか言える範囲でいいんですけどなんかどういうの今,、はい今 でもずっと言ってるるりあり日本から世界へということでただ、その世界へじゃあアメリカじゃなくてやっぱり自分のアイデンティティがあってブラジルっていうもちろん自分の家族とかおばあちゃん自身がチだしやっぱりその歴史的にも日系ブラジル人っていうのでブラジルって世界一日系人いるんですよ。そうですその子孫ですね日本から渡って出稼ぎに行ってまた帰ってきて出稼ぎでまた自分が行くっていう。 そのやっぱり架け橋になりつつ、うん、僕ねそのブラジルと日本ってやっぱり特別な関係性だと思うんですよね、うん、引用というかあのもうとプラスとマイナスみたいな地球のちょうど裏側じゃないですかそうですよねでんかブラジル人ってあのコーヒー豆有名じゃないですかそうす、ね、ブラジルって、うん、であのコーヒー豆を日本人が作ったって言われてるんですよ 稲作がすごい稲作が渡ってゴーヒー豆含めていろんな稲作がかなり発達したら日本人の技術なんですよね。そうなんだ。ブラジルってのはすごい親日なんですよね。はいはい今でもブラジルの偏差値高い一番偏差値高い大学、例えば日本だったら東大。はい。まあブラジルだったらあるんですけど、それっても今でも60パ70パ日系人なんですよ。そうなんだ。それぐらい日系人ってやっぱり遺伝子レベルでブラジルと日本が混ざるとすごいこう。 特別ななバランス化になるっていうのでブラジルからしても日系人ってすごいいいしやっぱりあのあとブラジルと日本の最高傑作って一つあってそれがブラジリアン柔術なんですねそうか確かにそうか柔道がブラジルに渡って柔術柔道が渡ってブラジルと混ざってブラジリアン柔術確かにっていうのができてまあ今でもね格闘技の中で一番と言われてるブラジリアン柔術確かにねどんなに打撃強くても柔術の前でははい <laughs> 歯が立たないいっていうかうもちろん全部できればいいんですけど柔術っていうのは本当に突出しててそれは、ね、まさに,そのに文化が出てるっていうか、うん、日本人のしなやかさこう細かさみたいな、うん、とブラジル人のずる賢さやこう攻めていくとか殺傷能力とかがもう合わさって巻きついて、はい、ついてるのも締められてるっていう二、はいはい、つの国のやっぱ良さなんですよね。そういういことか で僕はそのブラジリアル呪術以来の最高傑作だってカウンみた、はいなカウンはコモトみたいなカウンはポルタガル語で岡本日本みたいなそっかブラジルやブラジリアン呪術、はい、ねって言っててでそれを音楽で体現するっていうので,でそれはただ単に音楽がこうじゃサウンド感とかじゃなくてやっぱりこう見てきたものを感じてきたものを が多分その言葉やメッセージに出るしもちろんサウンド感も混ざり合って唯一無二になると思うんですけどそれをやりながらラテングラミー賞っていうのを狙っててなんでラテングラミー賞を狙うかってやっぱグラミー賞有名じゃないですかグラミー賞みんなで取りたいけどやっぱラテングラミーっていう部門があるようなもんで金メダルがグラミー賞でラテングラミーが銀メダルとすると。 こ,この銀メダルっていうのはやっぱり文化血が入って,てそてスペイン語、ポルトガル語で本当に見てきたものをここで表現してもうちょっとこう現地のプロデューサーたちと日本のプロデューサーたちと掛け合わせながらこうちょっとすごいアルバムを作ろうと思って,てもてそれで一番今忙しくてそれも動きながら国またぐんでまあブラジルに行ったりするんですけどあの本当にちょっとグラミー賞を取っているようなプロデューサーたちとやるんですよね。 ララテングーもすでに取ってるプロデューサーが参りするんでそれで日本語ポルトガル語で思いっきり表現してでラテングラミー賞ノミネートそして受賞っていうのを狙ってからそこ取っちゃえば本当にグラミー賞目標に変わるんでそういうことかそこ取りたいなってステップってことですねはいはいはい取りたいですねそれはまああくまでも結果ではあるんで賞っていうのはね 1、ね、一人の人を感動させるのと多くの人の感動させるって同じエネルギーだと思うんだけどうん、うん、多くの人を感動したら必然と賞は取ると思うんでうんいい音楽をね、うん、作ってメッセージとして届けたいなっていう今思いでやってますね、はい、そしたら日本人だブラジル人だっていうことを言い訳せずに、うん、あの背中で見せて、はい、日本人の可能性ブラジル人の可能性、うん、人としての可能性をもっとこう表現できるんじゃないかっていう。う テーマでやってますね。なるほどですね。いいですね。え、サウンドは。なんか俺、結構その。うん、あのー。アフロビート。 がめっちゃ好きでアフロビートでちょっとアフリカな感じでうん、うん、で多分そこと多分レゲーとかレゲトンとかそちらラテンの音楽と結構つながってる部分があって多分ヒップホップとも結構あのつながりが深いと思うんですけど結構なんか俺のイメージどういうサウンドなんですかその今作ろうとしてるアルバムというか、ね、今作ろうとしてるアルバムも僕もちょっと予想つかないようなレベルではあると思うんですよね、はいはい、やっぱり現地のプロデューサーと混ざって本当にゼロ一で作るっていう感じなので逆に挑戦というか自分の持ってる、はい 僕、多分自分の持ってるもの全然出してないんですよ、<ー>アイデンティティ正直今までの自分の作品って。日本の中で作ってる、日本の環境、日本のプロデューサー、自分の作詞、作曲の能力の中でやってるんで、環境がブラジルで、そのチームでやるっていうので,で、しかも今まで見てきたものをこう入れるっていうのは、予想つかないっていうか、もちろんブラジルでいったら、ファンキーとか、といた、とった、とっとと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 と ああいうファンキーとかもそうだし、まあ、レゲートもそうだし、うん、まあちょっとこうセクシーな感じになるんじゃないかなっていう感じですね、はい、まあでも本当に僕はアーランドビーが一番好きなんで、ね、そうですよねなんか結構これバラード系というかそっち系のイメージだっ,たっすね完全にビーランドですね、はい、それも全然出してないんですけど、うん、まあ作ってるストックも100曲ぐらいあるんですよねやばいっすねアーランドビーは,はい、はい、全然出してこなかったんでちょっと出していこうかなと思って僕やっぱマライアとかホイットに バラード系も好きだし、アッシャーだ、クリスも好きだし、本当にもうゴリゴリ R&B 聴いて座ってるんで、R&B でもね、ホイットニーとかって僕、元気で歌いますよ、ホイットニー。元気出てるんですかエンダーとか。れも今度ね、カバーあげるけど、笑いよとかもね、いつも、もうそのままのキーで、すげえな。リスペクトで。ははははいいいい 好きだし、うん、なんかあの揺さぶられるようなやっぱゴスペルから来てるところがちょっとブラジルと共通点あるっていうかうんうん、うん、はいはい確かにそうかもしれないだ、ねうん、から本当にこうアイデンティティを生かしたブラジル7点グラミー賞と自分が持ってるこの R&B とかこれっていうのはまたこう別というかこれがどうアルバムの中でこう形として出てくるのかなっていうのはすごい楽しみですねなるほどですねすげえなでもやっぱなんか俺 なんか TikTok でハーフ会みたいなのイベントで歌ってたんですよねなんか TikTok で見たんですよねはいはい、はい、あなんかあのねハーフ会のそうですありますよね顔出しましたはい <laughs> あれってからお忍び行ったんですよね本当あそうなんですかそうそう告知したいんですよねああそうなんだ、えー、でもなんか,か,か TikTok 見たのかななんかで見たんですけどはい、はい、結構ハーフのコミュニティとかつながってるんですかそうあの主催者が、はい、あのスパイクはははいはい、はい があの仲良何ああううか,かこうあのなんかしちゃってくれててであのちょっと応援に行ったって感じですよね。ーハーフからやっぱハーフねやっぱお応援してますよね話し合うし。なんか今俺結構そっちのなんかまあ俺もミックスっていうのもあるしなんかそこにあるじゃないですか俺らのこのアイデンティティじゃないですけどなんかそのつながる部分というか、うん、なんかそれがめっちゃなんか。 いいなと思って,てそこをやっぱそれを持ってるから多分ブラジルでこうラテンを狙っていけるっていうのもさっき言った「ルーツ」出せるっていうのも言ってたしなんかそこはすごい大きなとこなのかなって思うっすね、うん。と、はいう、はいまあ、ことで、まあ、今回、まあ、この本も読ませてもらって、あのー、これ書店で、あのー、結構大きく出てたんで多分すぐね見つけれると思うんで。 ちょっとねこれを多分読んでもらったらもっといろいろなことも知れると思うし、うん、まあ今回はその、まあ、ちょっとした、まあ、ちょっと触りというかいろいろ話してもらったんですけどもっと詳しく知りたい方はぜひこちらを読んでください。日本でもランキングでもうすぐ1位になる可能性もあって<ー>ぜひ皆さん買っていただいて読んでくれたら1位になっちゃいますよ 1>, <laughs> 1位になっちゃいますね <laughs> これはなんか俺は本当に良かったなって思ったんでマジでそのまあ この内容もそうだし、まあ、実際に日本で起こっていることだったりとか、まあ、アーティストだったりとか、まあ、ジャニーズっていうことをまあ知れたあとはまあその、まあ、ミックスのことがあったら特にすごい楽しいところもあると思うしそ,う、ね、そこはめっちゃおすすめだったんでミックスの人はめっちゃ共感するよね絶対共感するっすねだから俺それ読んでめっちゃ共感して俺まあめっちゃうんだすもう止まらなかったっすねマジバーって読んだっすねそれが結構面白かったんで。 ぜひ読んでほしいなと思って、まあこのね、まあ結構センシスティブだったと思うんですけど、うん、こう全部いろいろ話していただいて本当に感謝だなということで、はい、どうなんですかここからのなんかまあこういう一層度もあり、うん、まあ今こう多分これから音楽的に活動していくっていうのもあると思うんですけど、どのような動き方をしていくかとか予定ありますか？いやだからまさに今本で言ったように、はい、そのまあメッセージとしてやっぱりこうミックスっていうのも僕らも共感ね、うん、する部分があったじゃないですか。うんうん、だけどその やっぱり、ね、一人とか二人とか太ってる痩せてるとかさ金持ち貧乏とかさ、はい、まあいろんなこう人間ってこう区別差別し合ったりとか、はい、こう敵とかこうやりたがるんですよねグループ分けとか。はい、でもそうじゃなくてもっともっとこう,こう認め合ったりとか、うん、こう応援し合ったりして切磋琢磨してこう何かを作り上げていくっていうのはそれはやっぱり。 身確かにそうですねそういうメッセージを込めたいっていうのが僕の音楽としてのメッセージとしてあってその中で一番大事なのがその愛だって僕は言ってて人間とにとってねうんうんまあそれはいろいろ説明難しいかもしれないけど簡単に言うとやっぱり許しとまあ感謝と許しっていうのは表裏一体としてあるっていうことなんですよね。うんうん 僕人間って3つで構成されてると思ってるんですよ。簡単に言うと1つはバディ、ヘッド、ソウルとするじゃないですか。これは食べ物で例えるとお腹空すいたがバディ、食欲じゃないですか。で、この食べ物をどうやって手に入れるかが知識で、知識がないと餓死するじゃないですか。じゃあ、ソウルは何かってこの場合。 この食べ物に感謝できるかどうかなんですよね。でこの食べ物に感謝できないとどうなると思いますかが質問なんですよ。はい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 。知識で食べ物手に入らないと餓死するっていうのは分かるじゃないですか。<うん S 2> じゃあ手に入りましたちゃんと入ります毎日食べれます食べれます <うん S 2> でも感謝がないとどうなりますかってどうなります感謝がないといつまでばたっても満足できず多分っもっともっとってなって幸せになれない。 合ってるんですよ合ってるんですよ、はい、でそれを超最後までいくと死ぬんですよ人間って<ー>どういうことかっていうと、はい、まあ自殺するんですよねなるほどっすね、はい、はいはいはい、はい、で,なんでこれを言ってるかっていうと、うん、あの日本ってと世界一位なんですよね若者の自殺率って一位に争ってるんですで<に>すよねでこれ何かっていうと 愛なんですよね愛がないっていう,う愛を感じ取れないっていうところなんですよ。で,、うん、でこう今例でいくと本当にどんなに知識でこう、うん、手べ物やお金名声、うん、何が手に入ってもよくいるじゃないですかスーパースターで死ぬ人。お金いっぱいのに手せい人。 でも逆に言うとお金があっても幸せな人いっぱいいるんですよ。確かにいるすねそれ言い訳じゃないんですよ。そこじゃないんですよ、ポイントは。そこみんな忘れるって言って、名声があってもめっちゃ幸せにしてる人だっていっぱいいるし、そこがポイントで、じゃあ何が違いなんてそこなんですよ、愛があるかどうかで。愛というのはその部分で感謝として出るパターンが多い。もちろん愛の産物の中に、愛の中に産物として、感謝、ユーモア、優しさ、強さとか、もちろんいろんなのあるんだけど。 僕はそこはすごい大事っていうかまあ愛が全てうん、うん、その愛のために愛がうまく起動するためにこう人間の体で、うん、バーディーやヘッドを鍛えるんですよーバーディーを健康に保つ知識を入れ続ける、うん、僕の趣味って体のメンテナンスと知識を入れることなんですよ、はいはい、おなるほどこれを全部愛がうまく起動するためにやってるっていう認識でいてだからすごくこっちの 感謝だだっったたりり<ー>ユーモアブラックジョークもすごいの一つだけどすごく大事な要素でやっぱりそれは愛で返したいからこうジョークにするっていうことだったりとかなんかそういうなんかこう愛っていうものをみんな忘れがちだからこっちを物質の知識バディばっか意識してると本当に正解分からなくなるみんな惑わされちゃう最初お金じゃなかったのにって。 最初の子供に抱いてた夢ってお金じゃなかったじゃんって、うん、確かにじゃあお金が悪いの一番お金稼いだ方がいいよ絶対にうん、うん、そうですよね <laughs> 違うん、ね、でお金稼いでるのに感謝してないからそうなってんだよっていうそういうことっすねそうそう忘れちゃってんだようそういうことっすねうう話で深いなそうそうそうだからあのそれは今いい例で言ったんですけど、うん、全てに出るよっていう話で、うん、まあお客さんもそうですよねお客さんいっぱい来てね一人しかいなかった時はありがとうってなってたのにうんうん5万人いたら だからみんなそのまあアーティストってしかもこういっぱいアドレナリン出てホテルに帰ったら孤独になったりとかこれポイントがあって愛愛の愛と人間の関係性で人間って愛がないものが増えれば増えるほど孤独になるんですよ。これはお金も人も名声もそうなんですけど愛がなくて感謝できてない時に増えれば増えるほど辛いんですよ。逆に言うと一つでも食べ物だったら ね、いっぱいあったら大事にできてない人が一つでもやっぱ食べ物を大事にしてたら幸せなんですよ人でもうそうですね確かにね全然愛じゃない人たちに囲まれたらめっちゃ辛くないですか辛いですいです <laughs> それがスターの仕組みだよねそこにでも自分の愛なるものをちゃんと愛なる人たち愛なるお金愛なる現場とか愛なる人たちを固めることがすごい大事アーツとしてとか人として上に上がっていく人ほどっていうのはすごい伝えたいことだなっていうのはあってうん、うん、でそれに それはすごい伝える活動ってのすごいだから講演会でもすごいやっててあそうなんですね企業とかも講演会しててへえ講演会して歌うんですよ最ああそういうことかで僕が音楽から学んだことってこれなんだよってあってちょっともう一個話したい話があるんですけど聞きたいですかいやぜひちょっと思い出しちゃったんですけど講演会で僕実は 中学生に講演会したんですよ中学生実は母校で豊橋のこれ載せてないんですよあそうなんだここで話した話があってまあ言ったら多様性の話とミックスだし多様性の話と夢を叶える話をしてほしいと先生に校長先生から依頼があったんですよ母校でお願いしますと行けるじゃないですかで準備してプロジェクターとかも準備して話す内容もいろんな話準備したんですよ努力とか経験とかいろんな話をで行って 着いたらまあ中学校3年生が集められてたりとかにみんなはやらされてるわけじゃないですか <laughs> だからまあ集まってるんですけどみんなにもう寝てるんですよほとんど体操座りしてだるいなって感じなんですよ <laughs> まあそうだよねって思いながらまあ始めるじゃないですか走り始めて寝てるんですよまだ <laughs> やっぱこのまま1時間行くのきついなと思って確かにきついなこれ全く生産性ないし俺はこの人たちに心何か動いてほしくてここに来てるのに何の意味もないんだろうなと思ってどうしようと思って パッて思いついてみんながある興味ある話しないとダメで、はい、先生たち一旦たん多様の話置いといていいですかっつって、うん、みんな,えな何話すのみたいになって <laughs> 一旦みんな興味ある話かつって男の子たちつってモテたいでしょって <laughs> 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 モテたくないっつって <laughs> ちょ男の子たちこう寝てたんだけどえっ <laughs> <え> <laughs> 俺めっちゃモテるよっつって <laughs> 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 そ男の子たちおすみたいな <laughs> 知りたいっすみたいな感じになってで女の子たちに、はい、女の子たちか分かったまあ白馬の王子様に迎えに来てもらって結婚してく幸せな家庭を作りたいでしょ女の子ってみんなこう、うん、俺みたいなっつって <laughs> で,で女の子たちが「あみた」「いないや」みたいな感じになってでまあ中学校3年生ですよもう潤じゃないですかこれからじゃないですか、うん、俺もそうだったはい,はい、はい、キラッキラしてたもんね <laughs> そ <laughs> したらみんなみ注目が集まってきたから <laughs> なるほどとじゃあこのその欲とかあるじゃないですか、うん、夢とかうん、うん、これが例えばそ,、まあ、そこから野球選手がいろんな夢があるとうん、うん、あこれが全部叶う方法,方法が一つあれば知りたくないですかって、うん、どの夢も叶うレシピって一つだけあるとしね、うん、あるんだったら知りたくないす、ね、知りたい。モテることも白馬のおじさんも野球選手も何でも。うん 一つだけあるんですよ、実はって。条件が一つだけあるんですよって。うん、結論から言いますと。多分みんなは分からないと思うけど、一応最初に言いますと。自分を愛することですって。<laughs> 言ったんですよね。したら、みんな、おなそうなりますと。<laughs> そうなりますね。愛がちょっとむずいですよね。愛って何みたいな。もうお前、牧師かみたいな感じになるじゃないですかって。<laughs> 誰んでこの牧師連れてきたな, <laughs> なるじゃないですか。<laughs> <laughs> そこじゃなくて、じゃこの愛が難しいから、愛を結論から言いますと。うんうん 感謝してるものや救われたものですよと言ったんですよ。うんうん、なるほど説明しますと、うん、ま例えば家族愛だったらまだ感じやすいですよねって、うん、家族愛ってまあなんか確かにまあお物心ついてまあ飯食わしてもらってまあ親にこうなんか助けてもらったりして育ててもらったりしてなんか言わなくてもなんかありがとうって思ってる気持ちって想像つくじゃないですかただ切れ事はいませんと、うん、ゴミみたいな親もいっぱいいます、うん、親いない人だっていいます。うん じゃあ、愛どうやって愛って何ってうん、うん。ないよ、愛は。みたいな。なるじゃないですか。うんうん、ここからが本題ですって。じゃあ、少年 A がいて、この少年 A は、まあ、家の中では、まあ、親子見だし、最悪だと。うん、で、学校行ってもいじめられるし、もう居場所がないみたいな、もう、つらいです。うん、で、この男の子は、帰り道に、つらい思いしながら、こう家に帰りたくないなと思いながら、ケーキ屋さんを見かけました。で、ケーキ屋さんを見て、 ううわーもう焼き食いしよう前も,うもん食おうみたいな感じでポーケーキ屋さんに入ってケーキショートケーキ買って駆け込みますで駆け込んだらあ「うまっ」みたいななったその瞬間を皆さん結構軽視してるんですようん何かっていうと「うまっ!」てなってこの少年は気づいてないんだけど「ありがとう」って思っちゃってるねこのケーキにーで愛のコップが少しだけたまるのうん この子は気づかかなないなんかちょっと笑顔になって帰るんだよでまた嫌な思いしてまた学校に行って嫌な思いしてまた帰り道にケーキ見てあ笑顔になって、うん、もう入ってまたケーキ食べて、うん、わうめえみたいな今日はちょっとカスタードみたいなこう食べてでちょっと,とこう愛の心が少しずつ溜まっていくのうん、うん、で体重も増えていくのね太いからそれはいいんだけど幸せになっていくのちょ,っとずつちょっとずつ笑顔になっていくでそうすると気づけばその少年は辛いことがあっても頑張れるものを見つけたの感謝してるんだよ 気づいいてないけど確<か>にでこう高まって高まって高まってコップが溢れる時が来るのう <ん S 1> そうしたらその少年はもしかしたらパティシーになるかもしれないこれが愛の正体だよってことを言ってだから必ずしも人じゃないんだよう<ー>んあなたが何に感謝してるか <うん S 1> 何に愛を感じてるか <うん S 1> で僕はたまたまそれが音楽だったんですよ僕はねその さっきの話で親が日本語喋れないと、うん、で年少から日本語を覚えて年長から通訳してで学校に通ってもやっぱりなかなかこういろん家では違うこと言うし学校では違うこと言ってなかなかこう馴染めなくて、うん、まあブラジル人と日本人も対決してるからどっちも仲良くしてほしいなお前どっちの味方だみたいな <laughs> いや俺はどっちでもないけどじゃあお前のこと知らないっ,つってどっちからもどっか行かれたっていう <laughs> きついな思いがあって小学校4年生の時に限界を迎えたんですよ。 辛すぎて、うん、で、どうしようも、何もしたくないなみたいな。うん、もう多分鬱なんですよ。で、小田和正が流れたんですよ。うんうん、小田和正さんの安田生命が流れて、うん、で、あの言葉にできないが流れて、僕の言葉にできない思い全部言葉にしてたんですよ。小学校四年生であの歌詞全部理解して、もう涙が止まらなくて。うん 俺、本当に音楽ってすごいなって思って、そっからイヤホンをずっとして、嫌なことがあっても、俺はイヤホンに向かって音楽をどんどん聴くようになって、いろんなアーティストを知って、本当にこう笑顔になれた。で、いつか溢れた日が来たんですよね。それなんでわかるかっていうと、俺はステージにしたいと思ったから、そっから5年後なんですよね。中学校、それが中学校3年生にステージにしたいと思って、そっから俺は溢れてたんですよ。だって俺はもう 嫌だった学校の人たちや家族にも嫌だった思いいっぱいあったけど全員に興味なかったもう音楽好きすぎて <laughs> <laughs> 音楽楽しすぎてもう俺ステージ立ってこう届けたいって思っちゃってうんうんみんな笑顔になってほしいって思えてなかったのに5年かかったけど溢れた時にそう思えたんですよでそこから僕はジャニーズ入るきっかけがあってまあいろんなこともありますけどそっからずっとね音楽で。<laughs> 本当に溢れ続けてて僕は今日ここまでで来てるんですよね、うん、だから今日ここに立ってるんですよと。うん、でどんな夢も努力とかもちろん必要だしもちろん努力の反射器をあえてしませんもちろんダンスの練習何十時間もしたし、うん、ねいろんなこと練習しました歌もだけどそれはできた理由は溢れてるからですよ。うん、じゃなきゃ諦めてます。じゃなきゃ諦めてる。そうだよね、自分のためだったら諦める理由だっていっぱいあったから。確かに だけどそこの先にある感謝してる音楽に対しての感謝もあるし、うん、小田和正さんに対しての感謝もあるし、うん、そ,こにそこに余裕あふれてるから、うん、今度見えてくるのはかお母さんの感謝とかいろんな感謝が見えやすくなるのね音楽があるおかげでそうすると僕は今こんな気持ちであふれてる状態で、うん、今ここに立ってますでみんなにこれを伝えてますうん、うん、だから皆さんもね絶対どんな夢も叶えます 絶対この溢れてれば<ー>ただ溢れてなかったらどんな夢も叶いませんどんなに努力しても意味をなさないから僕は<ー>それを学んだことでぜひ<ー>皆さんやってくださいって逆に言うと溜まってないのにあげないでくださいってほう<ー><の>それも超重要ですよね途中段階で偽善なんですよそれって人は偽善って言うんですけどなんか誰かがボランティア活動してるから誰かがやってるからやらなきゃいやいややるってこれマジで減るんですよ愛のコップがどんどん。<ー> で、穴開くんで、開いたらどうなりますかって。うん、死ぬんですよ、人って。うん。ジャスリス世界ね、ナンバーワン日本。ね、常に争ってる。皆さん知ってますよねって夢。夢だってほとんどの人叶いませんって。なんなら知りますって。若いうちに。これはそこが理由なんで、あげないでくださいって。自分の愛のコップはため守ってください。守れる人間になってくださいって。蹴っ、うん、蹴飛ばそうとしてくる人いっぱいいますって、そのコップ。うん、でもそれを守れる人間になって、 こうやってケーキ食べてたら、お前ダセ、ダッスーやな、女々めめしいな、つって、うん、ケーキ食ってんの、ね、一人デザートみたいに言われたら、傷ついちゃうのその子は。うんうん、自分のケーキをこうやってす、あ、俺もダサいなっ、つって、好きだったのに、人に言われたから捨てないでくださいうん、うん、自分のもの自分で守って、誇りを持って、好きなもの何でもいいって。 それが中にあるのは愛だからそれは音楽だろうとケーキだろうと推しだろうとゲームだろうと何でもいいから大事にしてその気持ちその心を大事にして守れる人間になってくださいそしたらどんな夢も叶うからその覚悟を持ってほしいってっていう講演会をしてアドリブでやったんですよアドリブでや最初の最後に多様性の話につなげますと先生じゃあ多様性の話にしますね 今の話を踏まえて言うと多様性というのは先生たちや学校、ね、国が決めたなんか認め合おうぜとかそんなルールじゃなくて、うん、平等とかじゃなくて一人一人が自分の愛のコップを貯めることに集中して溢れるまでは上げない、うん、で溢れた時に上げちゃう、うん、これが多様性です Damn, 上げたいから上げるだけ、うん、それがなんですよ本物なんですよそれが確かにだから僕最後歌っちゃっていいですか <laughs> 最後歌って。 で中学校3年生最初寝てた子たちが泣くような子がね現れたりとか僕の人生で一番最高のライブでしたね今でもまあそんなライブがねもっとこう5万人とかね10万人できたら最高だなって思ってるからそれを目指してだから愛が全てですとそういう話深いなそうだからこれからはそれを続けてで新曲出しますと お次今、まあ、制作してる曲があって、はい、でそれがあの「あのマイソ u ルっていう曲で「うん、まあ僕の魂」はい、今言ってた話を曲にしたっていう、うん、やばいそのものっていう, <laughs> うんでやっぱり、まあ、こうやって1時間2時間こうやって話して愛をこう感じ取ってくれるのもすごいいいんですけど、うんうんはい やっぱりね音楽ってなんで僕が音楽がこう好きで音楽から音楽にこう夢中なのかっていうとその3分とか4分で人の心を打つ人の心を感動させるっていうそれが愛のエネルギー愛のメッセージだったらより感動するっていうのを僕すごい音楽から感じててそれをマライアとかねホイットニーとかまあゴスペルもちろんありますけどまあいろんな。 方々から、まあ、小田和真さんもそうですけど中里紗さんもそうですけどやっぱこの一番の,この愛のメッセージを今書きたいなと思って、うん、せっかくこうね今こういう状況で注目されていて経験したこと今思って今何を思うかっていうことを曲にした曲が「マイソー・ソウル」でこれ実は本に出てくる人物がいるんですよ、うん、本に出てくる咲ナさんっていう人がいて。うんうん これがあの僕が18歳の時に初めて作曲作詞をした時にしたいって言った時に作曲を手伝ってくれて作曲してくれて僕が歌詞入れた「ファンタジーダンス」っていう曲と「無限のワイン」とか「愛する人」っていう曲があってそれはあのブラジルで披露してるファンタジーダンスもそれに入ってるんですねブラジルの番組でだ僕の人生のターニングポイント初めて曲を作ったサキダうさんがいたんですけどその曲をジャニーズの時7年前に出しあの作ってから あんまりもう最近やってなかったんですよ。一緒にピンとこなくてあなるほど正直もうピアノで作る人だから、もうなんかアップテンポとかだと正直もう自分で覚えてくるとトラックからコーー作った方がいいっていう,うでピンとこ生きてなくて。そしたらこの騒動の中で本が出たじゃないですか、うん？はい、で本読んだんですよ。さきなさんがお<ー>何一番最初の作曲家ピアノはい、はい、で読んで、もう泣きながらこう。もう電話かかってきて、うん。 こんなな思いいしてたのたのみ、うん、私がこうやってたあの,あの時代の全部フラッシュバックしてうん、うん、すごい私もしかしたら変なこう助けてしまったのかもしれないみたいないやそれはよくて」みたいな「それはいいんだけど」って俺は覚悟してやってたしでもその今その気持ちをそのままピアノに弾いてっつってうも,うもう言葉いらないから、はい、もうピアノに今弾いてきてって言ってでそれ俺に送ってって。 最近のさきなさんの曲はあんまピンときてなくて,てあ<ー>あの作りすぎだよって考えすぎだよって売れ,売れ,売れようとしすぎだよってもう今の気持ちそれをピアノで弾いてきてっつってそしたらやばいピアノ送られてきて <laughs> 俺聴いた瞬間も泣いちゃって <laughs> や<ば>ピアノだけで、はい、もうすげえなって思ってこの人と思ってで「来たさきなさん」と思って一番最初の曲の時もピンときてたのよそれ以来の10年越しぐらいの「来た!」ってなって。<laughs> そのままもうほぼフリースタイルでメロディーと歌詞が出てきてやばっ、あのー、今歌詞先に読むと、はい、サビだけ読むとぜぜひひ今言ってた話だからすごい伝わると思うんですけど、うん、えっとね これですね。えっとサビですね。はい、i give you my soul、うん。君と出会えた時から俺は変われたんだ。うん、許し合えたら施すね。傷は癒えたんだ。うん、そうだろう。この気持ちが光を与えた。うん、もう溺れなくて済むよ。求めてた君をもう一度何度でもありがとう。もういいよ。っていう曲なんですよね。わで、この君君君君君君って出てくるじゃないですか？君と。 君って言って聞いてる人たちは、うん、みんな、まあ、家族や、うん、まあ許しだから、うん、もしかしたらその誰かに歌ってるジャニーさんに歌ってるのかなとかうん、うん、いろんなこの思いが感じ取ると思うんですよ。でも読むと全部愛になってるんですよ。愛に出会えたから。あ<ー>あでこれ読み直すと「I give my soul」「愛と出会えた時から俺は変われたんだ」「許し合えたら傷を得たんだ」うん「そうだろこの気持ちは光を与えたもう溺れなくて済むよ」「求めてた愛をもう一度何度でもありがとうもういいよ」 で読んだら全部愛「君と読んで愛と書くんですよ、はい、全部」っていうメッセージを届けたいと思っててさっきそれこそユうスケが言ってたその、うん、あんまりこういう愛とかそういう話したいけど若者とか、うん、いろんな人たちにだけど伝わらないっていう,うん、うん、で僕もそれをすごい考えてて「君と歌うんだけど、うん、読む人が読めば愛って書いてあるんだ」って歌詞に行った時にこういう感じでその伝えていきたいなと思って。 ばしてるんですけどこの PV でもですねすごい PV になるっていうだからこの部分がねだからどうだろう出てからの方がいいかもしれないけど PV 決まっててこれで僕ピアノ弾き語りするんですよステージで白黒でステージでねホールみたいなところで弾き語りして「I give my soul」ってこう立ってて「もういいよ」とかこうやって立ってて客席には100席ぐらいあるとして。 10人ぐらいしか座ってないみたいな。うん、で、俺は実のお母さんでるんですよ。ええ、やばで。それを見てるって、客席から。で、もう感動してるって。うんうん、で、何人かこう関係者がいて。うんうん、で、真ん中におじいちゃんを置くんですよ。うん。サングラスと帽子をし,して。も、ま、う、あ、あとは言う必要ないよね。そうですよね。で、その人も涙を流すっていう。うんだから、もし生きてたら、僕がそれを音楽で伝えたときに、こう、なんていうんですかね。 こう何こう反省するというかこう認めるというか自分も救われる救われてほしいって思ってこれが「許し親への感謝全て表裏一体なんだよ」っていうまあ愛のメッセージっていう曲なんですよだから相当ねやばいようにできたなっていうで周りの人にもでも聞かしたんですけど 過去一だねとか言ってもやばいこれはみたいな反応になってくれたんで、うん、なんかねこの曲すごいなんだろうねみたいな感じになっててすごい伝わるんじゃないかなと思ってます、はい、やばちょっと楽しみですねこれは <laughs> 聞きてえな早く見みたいな早くねこの後でも聞かせますよああマジっすかっやった <laughs> 聞きますそんな感じで皆さん <laughs> はい ありがとうございまぜひぜひぜひチェックしてくださいぜひぜひだから本読んでマイソロ聴くっていうそうですねもうそれやばいソロセットのハッピーセットですハッピーセットやばいっすね既に「THEFIRST」いう曲も出てるんですけど「ねザ・ファーストっていう曲も誕生日に出したんですけどほんとにもう愛のメッセージがあるんだけどそれよりさらにマイソロでサンドイッチしていただいてお真っただ中のソードの前から「ザ・ファースト書いてたんで自分の人生でで本出してうん 今本当に認められて本当に全部どう思ってるのかっていうのがマイソールでぜひぜひこれはあれですね曲聴いて本読んでこのビデオも見てもらって全部セットで最高でやっていただけたらとゴールデンラッシュゴールデンラッシュぜひ見ていただけたらなと思いますということで今回はすごくいい回だと思いました本当にありがとうございますありがとうございますこれから活動チェックしてください いや最,<で>最高のポッドキャストなんで皆さんありがとうございます。ぜひ今後もね応援よろしくお願いします。またまた次回お会いしましょう。<laughs> peace love is everything